きの時は来た。悪には悪の品というものがあるんです。いやいや、逃がしゃしないよ。はいどうも、ブラックノードです。カゲロウダークサイドプリンセスの次やっていきたいと思います。次はチャプター6ですね。いざ行きましょう。もう今回からね、メディウムのお願いとかクリアするのね、だんだん結構厳しくなってきたんで、もうほんとアーマーブレイクだけ狙っていこうかと思っておりますよ。もう5日も経つぞ。まったく音沙汰なしってどういうことだよ。音沙汰なしベイルさんのことかな。こりゃいよいよやられたってわけか。いや、ベイルさんはあれか、何でしたっけ、村人たちに、近隣住民に気づかれないようにね、工場に、廃工場に潜入したとか書いてあったから、うん、多分これはライラさんのことだね。ライラ・ガンフェイコニア。やっぱりあの中には化け物が潜んでるんだ。魔人ならいますよ。なんてことだ。こんなんじゃここら辺じゃ安心して暮らせねえぞ。だよね。やっぱり、いや、雇った連中を中にさえ入らなければ何もしないよ、多分。ああ、やるしかねえな。やるしかねえな。皆さん、おっと、新キャラ出てきましたね。セリアさん、はいはい。あ、セリアさん。あのですね、いろいろと考えたんですが、やはりあの工場に皆さんで向かっていただきたいなということに。皆さんで向かっていただきたいな、依頼したのがね。そうですか、決断されたんですね。うむ、わかりました。皆さんにも伝えてきます。いただいた恩義を返す時ですね。誠実そうな人だ。いえいえ、そんな。ですが、そのお言葉に甘えます。助かります、本当に。村人ちょっとね、セリアさんには十分な謝礼も払えないのに、こんな危険な仕事を外部の人に任せると。いえ、修行の旅の中、宿と食事を与えていただいた皆さんに報いるためです。なるほど、いい人だセリアさん。それに私は魔導騎士としての修行の身、これはまたとない機会です。なるほど。必ずや真相をつかみ、ことを解決してまいります。はいはい、セリアさんが中に入ってくるんですね。わかりました。ライラが戻らずに3日過ぎた頃、近隣住民たちは彼女の安否ではなく、ではなく、戻らないという事実を不安に思っていた。戻らないことだけね。はいはい。工場の中で何かがあったことを示しているからだ。ありましたね。この不安はたちまち伝播し、旅の傭兵や腕自慢の者を集めて、にわかに自警団を組織した。でもその中に、修行で王国を漂白している中、ここの住民に一宿一般の恩義を受けた魔導騎士セリア・メビウスの姿があった。一宿一般の。ライラが帰らず5日が過ぎた頃、住民たちはついに自警団による廃工場の探索を決意し、一行を向かわせた。一宿一般だけでちょっとね、何でしょうね、ものすごく危険な任務に挑むんですね、セリアさん。ちょっと一宿一般の恩つってもね、リスクの方がでかいだろう。うちに来ないで撃つわよ。
ローザリーさん、電撃兵、施設傭兵部隊、争い事が嫌いでいつも逃げ出すことを考えている。だが他に行くあてもないのでしぶしぶ傭兵を続けている。なるほど。あなた宝石持っているかしら。持ってないです。帰れ帰れ。シャリーさん、偵察兵、施設傭兵部隊、宝石のコレクションを生きがいとしている。報奨金を稼ぐためにあえて危険な任務に志願することも多い。なるほど。早くエルザに会いたいんだ。手早く片付ける。よし。バート突撃兵長、自警団高嶺の花と言われるにも無欠、町一番の美女エルザに先日プロポーズをした。おお、頑張ってね。エルザがどんな返事をくれるのか気が気でない。なんでこんなとこ来てんだ。まあ一応自警団だからか。マスクがいい感じですが。エミ様こちら、ダメージを一度も受けず。なるほどね。よいしょ。危ね。逃げるべし。さーてどうしましょうかね。とりあえずガンガン逃げてますね。来てますね。多分来るはず。バートさんが最初に来てるんだね。なるほど。よいしょ。バート来てる。でも。よいしょ。ああ、いや。パートさっき来てるなら部屋の入り口とかに仕掛けて一気にやった方がいいね。これ多分ね、一度もダメージを受けずはなんかちょっとクリアしたいような感じがするね。シェリーさん近づいてきたろ。もうちょっと逃げよう。あと一部屋ぐらいね。で、そっから反撃開始だ。気負った。あぶね。吸い込まれるがな。よいしょ。逃げろ、逃げろ。絶賛逃げております。よし、来た。来た、これ。じゃあ。どうしましょうか。あ、そうだ、シェリーさん聞かないやつ多分あるよね。エネミー情報、シェリーさん。うわー、マジか、何も聞かねえじゃねえか。よいしょ。ならどうしましょうね。ボールニードルとかじゃダメだろう。ギルティーランス、で、ゴールデンホース、いや、どうしようか。参ったね、参ったね、これは参ったね。よいしょ。ゴールデンホースで、ペンティラム。キラーバズソーなんかえらいことになってますけど、どうだ。よいしょ、キラーバズソー、クリア。なんだよって感じですよね。わかります。よいしょ。どうしたものやら。来い、
よいしょ、無理や。ダメか。でもシェリーさんちょっと削れた。まずい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 です。非常にまずい。シェリーさん投げてくるんちゃう？あ、やべ。まあもういいや。とりあえずシェリーさんだけ逃がさないようにしようなら。よいしょ。シェリーさん逃げられると確かまずいんだよね。こっちにも仕掛けとこう。逃げられないようにね。キラーバズソー。バズソーで、ゴールデンホース、ベンジャム。いやいよいよ。逃げられないようにいろいろ貼っておくのが一番いい。ああなら、そうだ、ギルティマンスをこっちに置いときゃいいんじゃない？タイミング難しそうですけどね。ゴールデンホース、ペンデュアム、よいしょ。キラーバズソーも念のために置いておこう。ここら辺で、ここでシェリーさんを片付けるのはまずい。あ、でもシェリーさんなんかスパッって高低差無視してなんか落ちていきそうだな。落ちていくっつうか降りそう。いかがなものか。よいしょ。スマッシュフロアで飛ばしまして、ギルティナースでやって、いや待てよ待てよ。スマッシュフロア飛ばします。で、どうしようか。メガヨーヨーでいくかな、これ。メガロック。メガロックでどうだろう。からの、ホールニードル。どうでしょうか。置いてます。うりゃ。よいしょ。あーやばい、逃げられたかな。まずいね、この状態はまずい。こっちから来るかな。いや来ない気もするな。あーやっぱり降りるか、そっちから降りるか。まずった。どうしたものか。スマッシュフロア、どっちから来る。降りた。
もう厳しいかな、もしかしたら。よいしょ、クリア。ペンティアムどうだろう、そっちからかい、マジで。任務に命を。おのれ。どうしようね、両方ともっていうのはちょっと嫌だな。一回ちょっとリトライかけます。はい、うわあ、ちょっとメディウムの。ライラが戻らずに3日過ぎた頃。カタ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 。すみません、何もうまいこと言えてないな、今のところ。こっちに来ないで。はい、ロザリーさん。少なくともね、残虐系。まあカレーは無理だとしても残虐系ぐらいはクリアしたいよねっていうジレンマ、このジレンマ。シェリーさんをとりあえず一撃で片付けた。片付けることができればいいんだな、多分。一撃って難しいよ、ワンコンボでだろ。ちょっとマッチいいな。よいしょ、残虐系コンボがね、あれなんですよ、シェリーさんを逃がさないのと、まあトラップを決めるでしょがあるみたいなんで。さて、どうしたものやら。ゴールデンホース、こりゃ厳しい。よいしょ、でスマッシュフロア、やっぱ利用するしかないよね。ですよね、ですよね。ペンティラム、さあ、ほんとマジどうしよう。メガヨーヨーでいけるか？いや。よいしょ、ゴールデンホース、ギルティーランス、スマッシュフロア。ペンティラム、メガヨーヨーなんてのもいいね。キラーワルソー、なんだこの組み合わせ。とりあえず来てくれることを願おう。よいしょ、あーダメじゃないか、全然。勘弁してくださいな。よいしょ、やっぱトラップをうまく活用してやんないと難しいわな、そらと思いますよ。うん、バードさんとか他のやつらがちょっと厄介なんですよね、ほんとマジで。ゴールデンホース、ペンティラム、ホールニードル、パートンさんをこれで、どうだ？いや、あかん。やっぱトランプのね、魔力が溜まるまでの時間って結構長いですよね。
けろ逃げろ、よいしょ、逃げられた。シェリーさん来とるね。ああ、じゃあそいつを、これを利用させてもらおうか。できるのがちょっと謎いですけどね。よいしょ、そこに飛ぶんでしょ。スマッシュフロア、ティラム、でまたさらに、これいけねえかな。どうだろう、うまくできるかはわからない。そこに落ちなさい。よいしょ、あ、外れた。怒っとる。でもまだ撤退はしないかな、もしかして。撤退しないみたいだ。まださすがに撤退はしないのか。来てます、来てます。じゃあちょっとハードルが下がったぞ。よし、ついておいでシャリーさん。こっちゃ来い、こっちゃ来い。ふーむ、もう一回ぐるりと回るか。そうだな、それがいいよ。シェリーさんついてきとる。最初何発か当てての方がいいみたいですね。よいしょ、こっち、どんどん逃げるべし。ついてきてますな。来てますね、来てますよ、来てますことよ。よっしゃ、このまま向こうの部屋まで行って、でちょっとあの位置ね、ずらした方がいいんですね。わかります、わかりますよ。そうそう、これをね、スマッシュフロアをこっちまで飛んだっけ。ここまで飛んだな、さっき。ここまで、ここにずらした方がいい。いや、ちょっと待って。スマッシュフロア、ここぐらいまで行かなかったか？さあ、どうなるか。っていうか、バートさん先来てないか？よいしょ。あれ？待ってえな、どういうことですの。クソ、バートが近い、バートが近いぞ。こんな、クソ、よいしょ、置いてますね、置いてますね。あ、やっぱシェリー先に来るか。そうだわな。で、ペンティア、いや、待ってよ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 。ギルティーランス、ゴールデンホース、ペンティラムで、デスサイズ、で、メガヨーヨー、
どうかな。いや、なんか無理そうな気もするけども、無理そうな気がしますけれども、よいしょ、落ちなさい、よいしょ、クリア、よし、いい感じなんじゃないでしょうか。宝石100個まであと1個だったのに。そりゃ残念ですな。じゃあな、シェリー。よし、 OK、 やったな、クリア。クラフトルームの圧縮プレス機でとどめを刺す。ちょっと今難しいですね。はい、パートさん、あとメディウムのお願いは。しまった、こっちに逃げた、あかん。パーバートロザリー、はい、圧縮プレス機でとどめを刺すか。よいしょ、クラフトルームに行こうね。なら、ほい、クラフトルームにおいでませ。えっさ、ほいさ、移動します、移動します。マー列車かっこいいよね、あれね。ギア、ギア、向こうだな。圧縮プレス機でとどめを刺すと言われましても、あそこなんかベルトコンベアかなんかがありまして、であれですよね、どうなんだろう、どうなんだろうか、ベルトコンベア大丈夫な。まあね、あれ空中でもキャッチしてくれるそうっちゃそうなんですけれども、よいしょ、ローリング。さてどうしようか。床系がね、多分ここ置けないからな。参った、いやいや、いやいや、参った参った。圧縮プレス機でとどめを刺すんだろう。スマッシュフロア系どうだ、っていうかこれでやるしかないな、もう難しくね、割と割とむずくない？落ちなさい。難しいよねこれ。ああ、もうあかん。あとでいいですよね。もうあとでいいや。そい。無理や。よいしょ、落ちなさい。あー、そっか、弾かれるのか、あれで弾かれるのね。エルザー、たとえ僕が死んでも魂は君のもと。一途やな、さらばジャマートさんで、あとロザリーですね。ロザリーはアーマーブレイクできるな。よし、やってみようか。っていうか、ここのコンボで多分できると思う。壁からせり出す攻撃入ってたしね。よいしょ。じゃあ、ロザリーを誘い込むとしましょうか。ね。
言えません。入ってきたな。よし、反対側に逃げよう。うお、そっちから来た。なんだと。よし、いけるんじゃね。そい、よいしょよいしょ、ゴリ、よいしょ。おお、これ結構優秀なんじゃない、もしかして。やっぱりリア君逃げ出しておけばよかった。そうですな。さらばロザリー。おっと、リトライしてからここまで結構順調ですよ。我が魔力で葬り去ってやろう。エドモン氷魔術師、イニシエの大魔法使いの子孫だと言い張っているが、本当のところは定かではない。ただ魔法の実力は相当なものであり、口先だけではないようだ。なるほど、エドモン勝負だ。逃げても無駄だ、必ず追い詰めてやる。クリストフ、石場所、土騎士、時系な石橋を叩いて渡る慎重な性格で、勇猛さが誉れとされる。騎士としては評価は低いが、敵に回すと厄介のとこ。なるほど。フォーリングダウン、騎士長を捕獲する。騎士長を捕獲するね。せっかくここまで来たんだから、ちょっと調べようか。ああ、まだここじゃないみたいですね。じゃあ次関係あるのはもうフォーリングダウンぐらいか。なら楽に進ませてもらいましょうか、ね、あかん。いや、でももう3体倒しましたし、攻撃受けてもいいわけか。いいね、いいね、いい感じでいけるよこれ。フォーリングダウンを決めろ。はい、決めましょう。ともこっから落とせばいいんじゃない、多分。そう、来てますな、来てますな。おお、怖え。クリア、フォーリングダウン。お見事です。よし、あまり、いつの間にかエドモンさんおるし、怖かった。コントロールルームのからくり時計に敵を当てる。うわ、むずくないこれ。からくり時計に敵を当てる。あの、なんかマレッシャのところでしょ、中に放り込んで当てるみたいなね。いや、これはもう次のチャプターに回そうかな。とりあえずクリストフさんをね、アーマーブレイクさせて、よいしょ。クリア。ちょっと開いたタイミングかな、もしかして。よいしょ。うりゃ、あ、ダメだった。しまった、しまった、しまった。まあいいや。クリストフに電気を当てろ。はいはい、了解でございますともよ。スパークロット、もう一回だね。ペンティラム、これで鉄板でしょう。まあ真ん中の
部屋の仕掛けに当てるっていう手もありますけどね。よいしょ、どうだ、当たらない、なんということだ。やっぱ一回罠にはめてからの方が良さそうですな。よし、ならば、開幕にゴールデンホースがあると便利なんだよね。結構こっちだな。よいしょ、ゴールデンホースの、どうしようか、メガヨーヨーでいいんじゃない。メガヨーヨーに、いや待って、メガヨーヨーこっち向きだとちょっとまずいことになりそう。ここまで吹っ飛ぶんでしょ。ならスパークロットをここに置きましての、ペンディアム、鉄板じゃね、鉄板だよね、きっと。エドモンが先に来とるな。もうそう、もうちょいか。うわ、しまった、なんつー、エドモンさんが鬱陶しいねこれ。よし、危ない危ないっす。エドモンから逃げろ。やっぱエドモン先来るな。エドモン先に始末しておいた方が良さそうな予感がします。はい、すごく。ゴールデンホースにペンディラム、ここら辺でどうだ。あー、しまった、ゴールデンホース、そうだった、魔力溜まるまでが長いんだったね。よいしょ、ウリア、ウリア、よし、エドモンさん、さらば。まだ死んでないがね。よし、じゃあここで決めましょうよ。決めましょう。それがいい。そうしよう。ゴールデンホース。プレイヤー情報、違う。エネミー、クリストフ。挟み込むのがダメっつうのが結構ね、痛いっつうか。デスサイズできるんじゃないだろうか。ここまで吹っ飛ばして、じゃあスパークロットからペンティラム、どうでしょうか。いけないのかな。いけるといいな。エドモンも来てる。エドモン来なくていいよマジで。よし、クリア。あ、これはダメなパターンかな。あ、ダメだった。魔力が。エドモンさらば。お前もバートに横連邦する気だろう。横連邦する気だろう。マリアン、あ、この人か。あ、バートさん、さっき言ってしまいましたけども、同じ町出身のバートに片思いしている。バートは自分以外の女にプロポーズしたが、それは気の迷いで、いつか自分のところに来てくれと信じてる。あ、違う人だ。あ、確かにさっきエルザって言ってたもんね。エルザに告白するぞって。元気しね。マリアン来た。マリアンが岩なので攻撃か。さあどうしようか。岩なので攻撃ね。はい、マリアン
マリエの弱点は、まあそうだわな。ギルティーランスにして、ゴールデンホース、メガロック、ペンティラム、これでどうだろう。無理かな、無理だったら困るんだが、無理や、あっ、よし、いったんだね、いった、やった。マリアンさらば、アーマーブレイク来ましたね。やっぱ坂でやるのが一番いいかな。うん、じゃあこれもやっぱ坂でやるのが一番良さそうですね。はいはい。でペンディアムどうじゃの。来るよろし。遅い。クリスト、アーマーブレイク。なんだと。なんかね、割とクリストさんイケメンだったっていう、なんかエルジャダイかなんかでできそうな、そんな面構えでしたけども。マリアンさん、あんな姿になっちゃって。マリアさん結構移動するの早いな。落ち着こうぜ。早いぞ。割と彼女早い。ここまで逃げまして、多分もう何でも聞くはずなんですよね。だから捕獲しようか。そうだ、それがいい。そうしよう、捕獲しよう。よいしょと。スマッシュフロアでいけるんじゃないかな。いや、なんか飛びすぎる感じもするな。これでどうでしょう。よし、ならばおいでませ。やつがここを通らないなんていうことさえなければ。あ、危ない危ないっす。よし、かったな。ざまみろ。うっと入った。消えていきます。よし、やった終わった。しかもメディウムのお願いもね、上々にこなせていい感じだ。はい、まだまだ来そうですね。とりあえずこれでね、第1ウェーブ終了です。というかね、今回全然、まあいつもですけど、トークうまいこと言えてないですけど、まあチャプター6第1ウェーブこれにて終了です。というわけでここでね、一旦切りたいと思います。また次回も、見ていただけましたら幸いです。ではでは。
はい、ちょっと待ったーということでですね、今回からウェーブごとにね、セーブが入るみたいです。なのでね、次回、今の会話シーンのところから始めて、すぐにセーブポイントに行き当たって、また調整してから始めるっていうのもなんなのでね、このまま会話シーン最後まで進めたいと思います。では、会話シーンを見て終了ということで、それでは、ご覧ください。ではでは。そのようね。では行きま。姫様、どうされましたか。近づいてくる。今、なんと。え、私何か言った？いや、今確かに来たよ。次、さあ行きましょう。カエリア。はい。